総福寺停留場は、長崎県長崎市、油山町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場である。駅番号は35。本線の終点で、1号系統、4号系統が停車する。川の上に停留場があるという得意な構造をしている。東停留場が開業したのは1968年。市安京、小学時。 下妻の延伸に合わせて、小学、照らした停留場として開業した。延伸に際しては当地を流れていた、玉台側を暗渠とし、道幅を広げた上に軌道を敷設した。長らく終点だった、市安京から路線を延伸させたのは、市安京周辺での自動車の混雑が激化していたためであり、終点の位置を移すことで、その混雑を回避する狙いがあった。当時は、 日本各地で路面電車の廃止が取り沙汰されていたために延伸は珍しく注目を浴びた。2018年には停留場名を解消し、総福寺停留場となった。南から望む市安京停留場から坂を上った先、伏線の軌道が合流し単線になった先にホームがある。ホームは単線の軌道の片側に一面のみの片面ホーム。敷地が狭いため、 停留場は、玉田江側の暗挙が途切れた先、川の上にせり出すようにして設けられていて、ホームからは川もを望むことができる。一面一線湯へ到着した電車はすぐ折り返しを行う。2003年には、上屋が、滝論式から景観に配慮したシェルター式に取り替えられた。合わせて集団部の擁壁を一部取り払い、停留場の有効長を3メートル延長させている。 かつては分岐器を操作するための操作室があった。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。総福寺国宝の総福寺が近く、付近には長崎バスの総福寺入口バス停がある。旧停留場名にあった、小額寺は停留場脇にある丘の上に立つ。停留場名は昇格寺下と読んだが、寺院名は小額寺である。 停留場の奥には、長崎電気軌道が管理する、有料駐車場がある。ABCDE 電ぐり、宮川2000、P66、AB 今、e、尾2009、P57、ABCDE 電くり2005、P18、AB 電ぐり、宮川2000、P92、AB、電停名称変更のお知らせ。長崎電気軌道。2018年4月4日閲覧。 タクリ2005、P156、浅野高人、長崎電気起動、13箇所停留場、新名称に35年ぶり、明日から、毎日新聞、P23 川島2007、P120、AB 川島2013、P49、ABC 川島2007、P121、川島2013、P56、a b 百年史、P120、百年史、 P125 岡田翔平路面電車の電停西浜町なぜ二つ朝日新聞 P30100 年誌 P176 ありがとうございます